新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。これ撮ってるの2023年、1月22日、旧正月ですね。で、今年になってからあんまり動画を新規で流してないと、まあ、ショートはちょいちょい流してるんですけど、こうやって割と長めの尺熱を出してないっていうのがあったんですけど、まあ、理由としては、寒すぎてあんまり外に出たくないとか、あとそのビバイアミザ方面に行って電車止まって帰れなくなったらやべえなとか、まあ、そんな理由でちょっと撮ってなかったです。で、うちのチャンネルも気づけばもう1年くらいやってるんですけど、おかげさまで、チャンネル登録者数が200人を超えて、ああ、こんなに見てくれてる人いるんだ、なんて思って、すごく感慨深いというか、嬉しいなっていう気持ちになっておりました。皆様、どうもありがとうございます。この間、久々に連絡を取った友人に、いや、YouTube 見てるよ、みたいなこと言われて、あ、マジか、って知らなかったんですけど、僕のことを知ってて登録してくれてる人も、いるんだなぁ、なんて感じで、特別宣伝とか、その周りの人とかしてるわけじゃないので、ちょっと意外だなぁ、なんていうふうに思っておりました。ちなみに僕が今歩いてる、ここは、ポールタウンって言います。地下鉄大通駅とすすきの駅を結ぶ地下商店街ですね。かなり昔からあるところで、たぬき工事に抜ける、エスカレーターだったりだとか、昔は4プラとかにもつながる、通路とかがあったりとかして、結構ここには札幌の人はよく来るんじゃないかなと思います。全然関係ないですけど、左側に今映ってた果汁工房かりんさん、結構好きで飲んでるんですよね。調べたら結構全国展開されているお店みたいで、去年の夏かな、スイカのジュースっていうのを出してたんですけど、僕スイカ好きなんですけど、種がめんどくさくてあんまり食べないんですよ。で、ジュースにするときに、種を取ってくれて、まあ、氷と合わせて、こう、ミキサーにかけてジュースにしてくれるんですけど、でも種を取らなくて、もうスイカの味が楽しめるってところで、ちょっと去年は、スイカを楽しむために何度か利用させてもらいました。本当全然関係ない話なんですけども。皆さんもここ美味しいよとか、このお店いいよみたいな話だったら、このポールタウンでも、ポールタウン以外でも結構なので、何か情報があればコメント欄などに寄せていただけると嬉しいです。この先に見えてる紀の戸屋さんのこのチーズタルトのお店、この左側のお店ですね。ここも結構美味しいですし、ソフトクリームもあって、まあ、たまに来ますね。結構そのお土産にも割といいので、たまにここで買ってったりもしますね。では、たぬき工事に上がるエスカレーターがここですので、ここを、右の方に進みます。たぬき工事7丁目に今向かっております。今気づいたんですけど、ここ、反対側へ行くと、たぬき工事3丁目に行って、こっち側、たぬき工事4丁目に行くんですけど、4丁目側って、エスカレーターだけで階段がないんですね。気づかなかったです。ああ、でもなんというか、亀工事も変わりましたよね。このドン・キホーテも、ここに何年か前に移動してきましたもんね。元のドン・キホーテがあったビル、昔総合電機とか入ってたビルなんですけど、今すごい高層の建物が建っていて、噂によると、水族館が入るとか、なんとかかんとかっていう話をちらっと聞きましたけどね。あと、こう、なんだっけ、中川ライター店。
とか、なんかそういうちょっと昔からあるような商店みたいなのがなくなって、なんかこういう結構近代的なお店ばっかりになってしまったなっていうのが、ある意味ちょっと寂しく感じますね。で、今向かってるところなんですけど、最近、田貫工事7丁目のエムズビルディングっていうところに割と足を運んでるんですよね。で、そこのお店の方に教えていただいた、エムズビルディング内の別のところに行く予定なんですけど、今日行こうと思ってるのは、ワッシュマオフさんっていうところなんですよね。で、僕、ちょっと日本酒が好きなので、そこで、今日なんかインスタグラムを見ていたら、昼営業しているっていうのを伺ったので、行こうっていう話で今、たぬき工事7丁目に向かって歩いてるってことですね。で、その、たぬき工事7丁目のそのエムズビルディングに入っているお店、ちょっとせっかくなので一つ紹介させてもらおうと思うんですけども、温度食堂さん、こうも教えてもらって行ったところなんですけども、なんか、すごく家庭的な料理が出てきて、めちゃくちゃ美味しいんですよね。ちょっとこんな感じなんですけども、あとこんな感じのもありますね。うまそうじゃないです。なんかご飯の美味しさにすごく惹かれたお店だったんで、よかったら概要欄にリンク貼っておきますんで、皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。たぬき工事も6丁目に入りましたけれども、だいぶこちらの方まで来ると人も減ってきますね。結構こっちの方美味しいお店も多いんですけどね、意外と知らない人も多いんじゃないかなと思います。僕的には、たぬき工事6丁目といえば新倉屋さんですね。この昭和レトロな感じの店内で、喫茶店風の食事が楽しめる場所です。店頭でお団子とかも販売してますね。ではちょっと今回少し喋りすぎましたので、あとはたぬき工事をお楽しみください。
で、ここがエムドビルディング、ビルジングになります。で、ここの1階の奥にあるのが目的のお店、マオフさんですね。あの、ランプついてるところかな。後半また、お楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いします。